立山と見くりがち黒部湖手前の建物が重要文化財の室戸奥の大きな建物は現在の室戸湖や立山城は富山県中新川郡に属する町である。日本有数の豪雪地帯で特別豪雪地帯に指定されている。町域に立山連邦や立山黒部アルペンルートを有し、富山県の山岳観光の最大の拠点となっている。ほか、 平野部では、上岸寺川などの雪解け水を生かした稲作が盛んである。町域の下半は、上岸寺川右岸にあり、川を挟んで、富山市と向かい合っている。平野部は主に上岸寺川洗浄地と、その隆起大地からなる。山間部は特に、立山連峰の山岳信仰と関係が深く、足倉寺など、山岳信仰のガイドが著名な集落も多い。 立山カルデラは河川による新色カルデラで、飛び山崩れの土砂による石と湖が見られる。三田ヶ原や室堂は立山火山の活動で形成された溶岩台地で、比較的大規模な高層湿原が広がっており、三栗が池などの加口湖が見られる。溶岩台地の末端は切り立った崖となり、日本一の落差を持つ照明滝などを形成した。 立山駅長の中心部に一番近いのは、富山地方鉄道立山線の500国駅。立山黒部観光の角路線は、立山黒部アルペンルートに含まれる。高速道路有料道路都道府県道1960年の立山町には、銀営劇場と立山劇場の2巻の映画館が存在した。ありがとうございます。